お父さん、朝は早起きするととっても気持ちいいね。天気もいいし、なんとなく嬉しくなっちゃう。どうなさいますか？かしこまりました。お嬢様、お嬢様宛てに小包が届いておりますよ。私宛てに？誰からかしら。それが差出人のことは何も記載されてないんです。怪しいですよね。うん、怪しいね。それじゃあキューブ開けてみて。あ、私がですか？仕方ないな。お嬢様、中にはこんなものが。これってムチだよね。ムチですね。他には、あ、手紙があります。キューブ読んでみて。はい、親愛なるお嬢様へ。今日はお嬢様にお似合いの武器を見つけましたのでお送りします。何ですかこの手紙。そんなの私が聞きたいわよ。とりあえず旦那様に預けてきますね。今日もいいお天気よ。すぐ朝食にするから待っててね。今週はバカンスですね。屋敷の留守はこのキューブに任せ、十分に楽しんできてください。では、いってらっしゃいませ。お父様、この子、見覚えがあるわ。覚えてないかしら。ほら、去年ここで怪我してた。そう、あの子よ。え？大きすぎる、ですって？そうね。でも、本人がそう言ってるの、間違いないわ。私もすぐ気づいたもの。よかった、元気になって。ええ、私も再会できて嬉しいわ。本当よ。
いい子ね。え、何？今度はあっちに行きたいの？いいわよ、付き合ってあげる。お帰りなさいませ。お嬢様、バカンスは楽しかったようですね。ええ、そのお顔を見れば誰でもわかりますよ。さあ、お部屋で土産話でも聞かせてくださいね。誕生日おめでとう。ありがとう、マリー。こうやってお祝いしてくれる友達がいて、私本当に幸せね。私たち友達になってずいぶん経つんだよね。当たり前じゃない。マリーは私にとっても大事な友達だもの。ありがとう。旦那様、今日は何の日か覚えていらっしゃいますか？そうです、お嬢様の誕生日です。一年など早いもの。お嬢様も健やかにお育ちになりました。そこでお祝いなのですが、今年のプレゼントはどうされるおつもりでしょうか？かしこまりました。それでは早速買いに行きましょう。お嬢様喜びますよ。お嬢様、旦那様からお誕生日プレゼントでございます。ああ、ありがとう、お父様。奮発したんじゃない？私、とても幸せよ。なんだか、最近きな臭い動きが王国であるんだ。なんでも、クライスって商人とオズワルド大臣が手を組んで魔法石を取りに行こうとしているらしい。え？クライスさんと大臣が、まさか。いや、単なる噂だったらいいんだけど、魔族との戦争を二人がけしかけてるって話もある。どうしてそんな噂が？クライスは魔法石の利益、大臣は王国の拡大、二人の目的が一致してるって。まあ、あくまで噂だし、僕も信じたくないけどね。君はどう思う？クライスさんがそんなことするなんて信じたくないけど、怪しいところがないとも言えないわね。え？君、クライスと知り合いかい？いえ、少しお話ししたくらいで、そんなに知らないわよ。そんな噂が本当だとしたら、絶対許せないわ。でも、僕らが王国の意向にどうすることもできないよ。諦めてたら、兵隊さんやこの町だって、ただじゃ済まないわよ。またたくさんの犠牲が出てしまうわ。そうは言ってもな。止めないと。方法なんてわからないけど、何か考えないといけない。
だか怖いし、早く帰らなきゃ。よう、お嬢ちゃん。こんなところを一人で歩いてると危ないぜ。ねえ、人間っぽい匂いがプンプンするぜ。私、話を聞くのは胃袋に収めちゃってからにしてもらえるかな。俺たちみたいなやつに襲われちゃっても文句は言えないよな。うまく化けたつもりだろうが、俺の鼻はごまかせないぜ。どこから食ってやろうかな。柔らかさ、その足からか、それともそのきれいなお目目から食べてやろうかな。いくら叫んだって無駄だぜ。こんな場所に手つきなんか。何？お前いつの間に。腕が、俺の腕が。あなたはバラオさん、どうしてここに。また会ったな。知ったような気配がすると思って来てみたが、本当に魔界に来ているとは驚いたぞ。誰だ、邪魔しやがったら。お前は、あなた様は。この辺りの妖魔はしつけがなっていないようだな。ご勘弁を、バラオ様。聞こえんな。珍しいもの見つけたんで、つい出来心で。お許しを、どうかお許しを、王子。え、王子、王子、王子。王子って、まさかバロウさんが。もしかしてこの魔界の王子様だっていうの。貴様らは手を触れてはならんものに手を出した。その罪、その命で贖い、死ね。やめて、殺しちゃダメ。殺すな、だと。一歩間違えれば命を奪われていた相手を。どういうつもりだ、お前。だって自分がされたくないことは人にしてもいけないことよ。私はそうお父様から教わったわ。あなただって殺されるのは嫌でしょ。いかにも人間らしい言い方だな。だが己の命が脅かされたなら、しかるべき対価を払わせるのが俺たち魔族だ。それでもお前は俺に殺すなというのか。それでもそうよ。やっぱり殺すのは良くないわ。良くない。おい、貴様ら。この女に免じて今回は見逃してやる。が、次に手を出したなら、その時は生まれてきたことを後悔するぞ。はい、ありがとうございます。逃げろ。おい、
怪我はないか？ええ、おかげさまで。こんなところで余計な怪我をされては困るからな。ん？それってどういう…あ、そんなことより…バロアさん？バロアでいい。なんだ？助けてもらったのに、さっきは偉そうなこと言っちゃって…ごめんなさい。助けてくれてありがとうございました。あなたがいなかったら私今頃どうなっていたか。来たばかりの人間がうかつにこんなところを歩き回るからだ。不用心なやつは死ぬぞ。ごめんなさい。まあいい、門まで送ってやるから今日はもう帰れ。行くぞ。え、待って、この人が魔界の王子様？すごく怖い人だけど、でも悪い人じゃないみたい。今日は誰もいないのかしら。せっかく来たのにな。それじゃあバエナバコトさんのお店に行ってみようかしら。あ、それとも猫さんの。ってカレン！こんにちは。こんにちはじゃなくて、どうしてあなたがここにいるの？あなたがこっちにいるって聞いたから。ダメ？ダメじゃないけど、それよりどうやって来たの？普通に門を使って。普通にって、そんな簡単に門が使えるわけじゃ。妖精さん？うん。そうなんだ。でもね、カレン、この辺って怖い人とかいるから一人で来ちゃダメだよ。そうなの？そうなの。でもあなたは？私はこっちに知り合いがいるから一人ってわけじゃないし。じゃあ一緒に。え？ダメ？じゃあカレンが来るときは一緒に来ましょうね。うん。カレン？一緒にお出かけ楽しみ。カレン。え、そうね。お嬢様、そろそろお家の方に戻られる時間です。お父様、まだまだお父様に心配かけてしまって本当にごめんなさい。以後気をつけます。
ワロワでいい、そう言ったはずだが。あ、そうだったわね。じゃあバロワ聞いてもいい？なんだ。あなたって魔界の王子様なんでしょ？だったらこんな風に人間の街をうろうろしてちゃいけないんじゃないの？目的がないわけではない。人間どもの動向を探るという名目だからな。え、そうだったの？それってつまりスパイとかそういう。そうだ、まあ単なる口実だがな。正直なところ城にいても居心地が良くないからここにいる。やれ後継者らしく城だの、もっと威厳を持てだのと口うるさい奴らが多くてかなわ。そうなんだ。ちょっとほっとしたかな。でもバロアにも苦手なものってあるのね。何とでも言っていろ。も一緒なの？ええ、私の友達でカレンっていうの。こんにちは。はい、こんにちは。ちょうど今かぼちゃのパイが焼き上がったところなのよ。よろしかったら一緒にいかが？はい、いただきます。生地がサクサクで、中のかぼちゃのフィリングのしっとり感とよく合って、甘さは控えめでかぼちゃ本来の風味が口いっぱいに広がって最高です、おばさん。あらあら、そんなに褒められるとおばちゃん照れちゃうわ。さあ、たくさんあるからもっと召し上がってね。いつも持ってるかぼちゃのぬいぐるみなんだけど、どこにやったの？どこにも見当たらないんだけど。逃げちゃった。え？はい、私も見ましたよ。パイを持ってくるときにそこの入り口からスーッと。え？多分かぼちゃのパイって言ってたから。あらあら、勘違いしちゃったのね。うん、冗談だね。ほう、あなたが。いかにも、余がこの魔界の統治者にして魔族が王大君である。そなたら人間には単に魔王と名乗った方が通りはよいかな。はじめまして。すごい迫力だわ。目の前にいるだけで心臓を握られたみたい。小さな客人よ、もう少し
近くに寄るがよい。恐れずともよい。はるばる訪れた客人を取ってくるようなことは我が名に誓ってせぬよ。遠き場所よりの訪問者の顔をもっとよく見てみたいと思ってのことだ。そうですか。ではその失礼します。人の身でありながら魔族が城に単身乗り込むほどだ。どれほど勇ましいかと思っていた。まさかこのように可愛らしい少女であったとはな。いえ、お城の方にもよくしていただきましたし。確かに似ているな。え、今何か。いや、独り言だ。捨ておくがよい。時に少女よ、そなたの名は何と。あ、はい。なるほど、良き名を授かったな。はい、ありがとうございます。恐れながら陛下、そろそろ。そうか、確かに我ら魔族とそなたの国は戦の渦中にあるが、功を尊ぶ魔族にとっては関わり薄きこと。気が向いたならまた訪ねてくるがよい。我が名において客人としてもてなすことを約束しよう。ではさらばだ、人の子よ。ございます。緊張した。でもどうしてかな、伝え聞いてた魔王とは全然違う感じがするわ。お嬢様、そろそろお家の方に戻られる時間です。やるな、さすがだ。私も励まなければ。うん、ありがとう。なんだか調子が良かったみたい。旦那様、魔族の森で王国軍と魔族軍の戦闘があった模様です。結果は王国軍の勝利だとか。すでに戦争状態なのですね。私には複雑な心境です。旦那様、大変申し上げにくいことなのですが、お嬢様に魔族化の傾向が見られます。魔族化を抑える方法を探し出し、早急に対処された方が良いと思います。ねえ、僕の声が聞こえる？辛い時はいつでも僕を呼んでね。暑いですね。神道滅却すればとは言いますが、限度というものがありますよ。さて、この猛暑、お嬢様の健康に悪い影響がなければ良いのですが。あ、そういえばお嬢様は夏服をお持ちでしたね。早速着替えていただきましょう。はい。いいえ、旦那様のお手を煩わせるには及びません。私がしっかりと。はい。お父様おはよう。早起きは気持ちがいいわね。
ら。お父様、寝癖がついてるわよ。